バンプレストはプライズゲーム用景品の企画、供給を行っているバンダイスピリッツのブランドである。社名はバンダイのバンと演奏記号のプレストが由来、履歴上の源流となる豊坂産業から法人としてのバンプレスト消滅までは複雑な変遷をたどっており、本校ではこれらを時系列で解説している。1980年代、玩具業界は成熟し、 成長が見込めなくなりつつあった中、大手玩具メーカーのバンダイは、様々な新規事業への進出を模索しており、その中には、アミューズメント事業についての計画もあった。バンダイの新規事業担当だった杉浦交渉は、アミューズメント業界ではキャラクターがほとんど手つかずで、あると考えて、同社のキャラクターマーチャンダイジングを活かせば成功すると判断し、提携先の企業を探していた。バンダイは、 アミューズメント業界での実績があった株式、会社コアランドテクノロジーを提携先に選び、資金援助などの投資を開始した。しかし初めて見ると、コアランドテクノロジーの経営状態は芳しくなく、15億円の借金を抱えていたことが判明した。すでに大きな投資をしていたため引けなかったバンダイは1989年に同社を子会社化し、その借金を丸が返えする形で、 経営改善に乗り出した。その際に社名をコアランドテクノロジーから親会社バンダイに由来するバンプレストに変更。また杉浦交渉が社長に就任した。当時 UFO キャッチャーのヒットによりアミューズメント業界が急成長している時代だった。しかし使われていた景品は天品漏れのぬいぐるみを安く仕入れてきたものばかりで半券物は少なかった。そこでバンプレストは ゲームセンターの客層に多い20代をターゲットに、ウルトラマンや仮面ライダー、機動戦士ガンダム等の、当時としては若干古いキャラクターの人形を景品として供給。これがヒットし、年間7000万個とも言われる膨大な数を販売し、バンプレストは2年4ヶ月で黒字化を達成した。さらに杉浦は、ポピー時代より様々な案件元に人脈があり、バンプレストには、 コアランド時代から続くジャンプバグなどゲームソフトの開発実績とファミリーコンピュータ用ソフトを開発できる体制を持っていた。そこで杉浦は様々な半券キャラクターを一緒に登場させるゲームソフトを考え様々な半券元に私の社長就任祝いにはお金も物もいらないからこの巨諾がどうしても欲しいと頼み込み渋々ながら 各社から許諾を得ることに成功した。杉浦曰く、当時はまだこうした、無理が通る良い時代だったと語っている。こうして発売されたのが、同社初のファミコンソフトであり、同社の看板シリーズとなる、コンパチヒーローシリーズ第1弾、SD バトル大相撲平成ヒーロー場所である、クレートバトルシリーズなどのヒットを飛ばした、このシリーズは、スーパーロボット対戦シリーズへと派生し、 ゲームソフトメーカーとしての知名度も高まった。ちなみに、当時のバンダイ社長の山品誠は、バンダイとバッティングするゲームソフトは手掛けないでくれとしており、バンプレスト側は、コンパチシリーズは、バンダイが手掛けていない路線のソフトであるとしていた。1994年に、販路や商品開発を強化すべく、手芸会社ユニファイブを子会社化。1998年に、 バンダイ本社の経営危機器により、これを立て直すべく、杉浦は親会社のバンダイに戻り、後任はユニファイブ社長の5月千福都氏が就任した。2005年9月、バンダイと大手ゲームメーカーのナムコが統合し、バンダイナムコゲームスが設立される。2008年、バンダイナムコゲームスは、バンプレストのゲームソフト事業とアミューズメント事業の吸収を決定し、 旧法人としてのバンプレストは解散された。その後、UFO キャッチャーなどの景品の開発、販売を行う、プライズ事業のみが新たな企業として分離され、その社名は、同じバンプレストが使用された。コアランドテクノロジーの関連会社で、役員も兼務されていた株式会社コアランドは、バンダイグループ入りせず、その後に、ロケーション運営や不動産の委託経営をしていた。後に、 神奈川県の店舗、マタースの管理を引き受けていた。本社は、東京都杉並区カミングサの1の5にあった。2012年9月には破産のための手続きを進めていた。ブロック崩しのブーム時、直接アーケードメーカーのみの企業として参入した。当初販売はエスコ貿易が行っていた。この頃は、ほぼ完全にコピーゲームやアリューで、他社のゲームの影響が色濃いものばかりだった。 1986年中頃までは、セガとの関係が深く、それまでの全作品の販売をセガが担当している。この時期、同社の経営状態はかんばしくなく、コアランド名義での作品は1988年10月発表のサイバータンクが最後となる。翌1989年2月からバンダイの出資を受け、社名をバンプレストに変更する。その後、 1990年4月にバンプレスト名義で SD バトル大相撲平成ヒーロー場所を発売するまでの2年半作品リリースは途切れることとなる初代社長の杉浦交渉の人脈を活かしバンダイのゲームと競合しないクロスオーバー作品を主として多くのキャラクターゲームを販売している家庭用ゲームアーケードゲーム他の製品現在放送継続している番組もあるが 現在は、同社は、スポンサーとして入っていない。ありがとうございます。